第2回 JBCF 白浜クリテリウムクラスター E3 決勝レースのスタートです。さあここでは50名の選手が争ってまいります。各選手の皆さんは頑張ってください。さあこの時間帯は E3 の決勝レース 1.5 キロの周回、こちら13周回行いまして、合計で 19.5 キロというそんなレースを行っていきます。まあおよそ